ちは、トムズ管理栄養士の新井です。今回は美味しく簡単にお腹の成長を整えるのにおすすめないちごとくるみのヨーグルトハニートライフルのレシピをご紹介します。いちごはヘタを取り、3個分は半分に切ります。くるみは1かけら分を細かく刻みます。コップなどの透明な容器にグラノーラを引き、上からヨーグルトを大さじ2かけます。くるみ5かけらをのせ、蜂蜜を小さじ1かけます。ヨーグルトを大さじ1かけ、さらに容器に沿って半分に切ったいちごをのせます。真ん中にヨーグルトを大さじ1かけ、蜂蜜を小さじ1かけます。細かく切ったくるみといちご1個を乗せて完成です。ヨーグルトには成長作用に効果的なビフィズス菌や乳酸菌が豊富に含まれています。いちごとくるみにも食物繊維が含まれています。また、桃、キウイ、ブルーベリーなどのいちごの代わりに入れるのもおすすめです。日頃から腸内環境を整えることを意識し、健康を維持しましょう。以上、管理栄養士の新井がお伝えしました。